リーグ第6回ジャパンフットボールリーグは1997年度に開催されたジャパンフットボールリーグのリーグ戦であるコンサドーレ札幌が優勝した前年に続く2度目の J リーグ昇格への挑戦となったコンサドーレ札幌は監督にウルグアイからウゴフェルナンデスを迎えるなどスタッフを一新 GK リド MF ウゴマラドーナ、FW ホルヘルイスデリーバルデスラの経験豊富な選手たちの補強に成功。前期戦を14勝1敗で折り返し、第11節以来首位の座を明け渡すことなく、圧倒的な強さで優勝した。また今シーズンから巡回委員として承認された、川崎フロンターレも、ベッチーニョラ効果的な補強を行いシーズン中盤まで、 札幌を追走し2位をキープしていたが、第20節から3連敗を喫するなどを低迷し、監督交代の事態に発展。その後は立て直しに成功したが、最終的に東京ガスにすり負け、昇格条件の2位内という条件を満たすことができなかった。また前年のシーズン終了をもって解散した。 トスフューチャーズに代わり、サポーターや市民が中心となって結成した、新たに発足したサガン・トスが、トス F の受け皿クラブの位置づけで JFL への新規参入が認められた。なお、トス F が保有していた J リーグ巡回員資格は返上となったが、J リーグナビスコハイへの参加は認められた。第6回 JFL の参加クラブは、以下の通りである。 このうちサガンとスが新規入会、ジャトコ及びミトホーリーホックが地域リーグからの昇格クラブである。また、富士通川崎サッカー部は組織変更し、川崎フロンターレになった。また、ミトホーリーホックは、プリマハム FC 土浦と FC ミトが合併したクラブである。実質的な前進とされる、 トスフューチャーズの運営会社解散に伴い、巡回員資格創出1996年、関東一部、地域決勝時は、プリマハム FC 土浦として出場。その後、定裁上プリマハム FC が、FC、未党合併する形をとった。ありがとうございます。